タコマはアメリカ海軍の防護巡洋艦、デンバー級防護巡洋艦の一隻。艦名はワシントン州タコマにちなむ。タコマという名を持つ艦としては二隻目。タコマは1900年9月27日にカリフォルニア州メアアイランドのユニオン鉄工所で寄港した。1903年6月2日にジュリア・エム・ハリスによって命名浸水し、 1904年1月30日に艦長 RF ニコルソン海軍中佐の指揮下収益した。成長後艦名の由来となったワシントン州タコマを訪問し4月から5月にかけてハワイへの巡航を行う。タコマは6月2日にサンフランシスコへ帰還しその1ヶ月後ホーン岬へ出港した。航海中タコマはチリのバルパライソー出港後行方不明となった。 小鮮コネモーの捜索に参加した。ホーン岬を回って大西洋岸を巡航した後、タコマは11月5日にニューヨーク湾に入り、同地で1905年の元旦に北大西洋艦隊と合流した。クレブラ島沖の演習を1月25日に完了すると、タコマはイスパニョーラ島へ向けて出港。 多くの混乱が生じた時期にアメリカ合衆国の権益を保護するための特別任務に従事した。その後タコマは3月27日から4月25日までフロリダ沖で砲撃訓練を行う。5月19日にニューヨークに帰還するとヨーロッパへの航海の準備を始めた。6月18日にタコマはフランスへ向けて出航し、6月30日に シェルブールに到着した。カムはそのまま停泊し、水兵の部隊はパリへ行き、ジョン・ポール・ジョーンズの遺体をアメリカ合衆国に再埋葬するため運ぶ記念式典に参加した。7月8日にタコマはメリーランド州アナポリスに運ばれる遺体を護衛するため、シェルブールを出港した。7月24日にアメリカ海軍兵学校で式典が行われた後、タコマはニューヨーク州、 トンプキンズビルへ向かった。8月5日、タコマはニューヨークでコムラ・ジュタローラを乗せ、オイスターベイにあるセオドア・ルーズベルト大統領の秘書用の別荘、サガモアヒルに彼らを運んだ。そこで、小村はロシアの全権大使、セルゲイ・ビッテと初めて対面した。小村とビッテは、その後ポーツマスで開催された日露戦争の和平交渉を行った。 タコマは8日にフィラデルフィアに帰還し、ペンシルベニア州及びマサチューセッツ州の海軍民兵の訓練を行い、その後カリブ海での作戦活動のため来た大西洋艦隊に再合流した。1906年の前半も過月間、タコマは地中海へ展開し、タンジェ、アルジェ、ビレフランシュ、ナポリ、ジェノバを訪問した。グランカナリア島への巡航後、 ダコマは地中海に戻りアレクサンドリア、ポートサイドを訪問し6月に帰国の途に着いた。ありがとうございます。